はい、皆様こんにちは、加用まりのでございます。本日はですね、資格試験業界のツイッター動向ということで、当チャンネル調べで、丸々受験と調べた結果、その各資格試験で、その資格試験に挑戦している勉強アカウントが何人いるかっていうのをね、ちょっと簡単に調べてみました。例えば、司法書士の場合は司法書士受験と調べた場合にどのくらいのアカウントがあるかっていう話ですね。それぞれちょっと特徴がありましたので、今回それをね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まずですね、司法書士受験と調べますと90名ほどのアカウントが見つかりました。で、司法書士というのは毎年ですね、1万2000人ほど受験いたしまして、いたしますので、その、割合というのはだいたい 0.75% ほどになってくるということですね。そして司法試験はといいますと、10人ちょっとしか見つからなかったんですね。で、司法試験は毎年3700人受けますので、割合は 0.2% になる。ここはですね、司法試験は結構身バレなんかを気にしている方が多いのかなというような感じがしています。そして行政書士は、アカウントがなんと200も見つかりました。で、行政書士もですね、毎年4万7000人が受けまして、でアカウントは200人ですので、その割合っていうのは 0.4% ですね、ありますと。で、ちょっとですね、特徴としましては、司法書士と行政書士っていうのは、比較的ですね、受験者数の年齢が高いという傾向があるんですね。それもあって、割と司法書士と行政書士はおっちゃんとかやってるっていうイメージがやっぱ強いので、ツイッターやってる率も比較的少なくなるというような傾向があるのかなとちょっと思っています。はい。で、会計士なんかはですね、アカウント100アカウントほどあって、で、受験者数は会計士は毎年9500人に対して100アカウントなので 1% の割合がになっていると。で、会計士結構アカウント多かったのは、比較的受験者数の年齢もやっぱ若いっていうのが特徴にあるのかなと。会計士結構20代前半とか大学在学中に受かるっていう方多いと思うので、受験者数の年齢が若いので、相対的に、ツイッターやってる率も高くなってくるみたいなところもあるのかなと思います。もちろんですね、司法書士試験受験とか、司法試験受験とか会計士受験って感じでピンポイントでですね、キーワード入れてますので、確実にですね、全体に対してどれ程度の受験生がツイッターやってるのかっていうパーセンテージが全く正確ではもちろんないんですけれども、ただそれを受験していると宣言してやっているアカウント、いわゆる勉強アカにもある種なるのかなと思うんですけれども、やっている、全体の率としてはやっぱ会計士とかが多いのかなと。あと行政書士はですね、以前もですね、行政書士と SNS っていう動画を上げたんだと思うんですけれども、そこでもですね、結構その行政書士っていうですね、資格の性質上ですね、結構 SNS 必須みたいな状態になっているので、 YouTube アカウントも多いし、 Twitter アカウントも本当に行政書士の実務家ってやってる率が高いんですね。で、調べると開業準備中とか、いろいろあって、結構情報をそこから取ろうという意識が高いのはやっぱ行政書士なのかなというふうにもね、思いました。はい。そんな感じでですね、各アカウント、各ですね、業界ごとにどれぐらいの受験者がアカウントを開設しているのかっていうのをちょっと簡単に調べたというところでございました。当然これだけじゃないと思いますので、勉強アカウントという形でわざわざ、ね、宣言しなくても受験している方がいっぱいいると思うんですけれども、それぞれ結構特徴的だったかなというふうに、ね、思ったので、ご紹介させていただいた次第でございます。そんな感じでですね、本日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。